いつもご視聴ありがとうございます。本日は以前からリクエストの多かった50万円で買える 2500cc の高級セダンおすすめの10台を紹介いたします。当チャンネルではこういった車関連の動画を日々配信しておりますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは本日の内容に入っていきましょう。評価するポイントは内装、外装、走行性能、車内の広さ、乗り心地、静粛性の5項目の総合点で評価していきます。点数は満点が5点とさせていただきます。総合点に加え、その車の良い点と悪い点、そしてどんな人におすすめなのかについてもお話ししていきます。それでは順番に発表いたします。50万円で買える 2500cc 高級セダンおすすめ1台目、日産 Y50 フーガ 250GT です。日産 Y50 フーガは2004年10月に登場し、2009年10月まで販売されていたモデルになります。2004年10月に登場したモデルを前期型とし、2007年12月に登場したモデルを後期型としています。Y50 フーガのスペックと評価を見ていきましょう。スペックを見ていただいた通り、 2500cc の自然吸気型エンジンなので、パワーもトルクも十分すぎるぐらいあります。他にも V 型6気筒の 3500cc と V 型8気筒の 4500cc の自然吸気型エンジンがあります。 2500cc と 3500cc は前期と後期ではエンジンがVQDE エンジンから VQHR エンジンに変更となっております。Y51 フーガと比べても一回り小ぶりなサイズであり、車幅も 1800mm 以下なので、大型なセダンの割に小回りも利きます。FR セダンではありますが、Y51 フーガと比べても後部座席の頭上のスペースに余裕があり、車内が広く大人4人でも快適に乗れます。E セグメントクラスではトップクラスの車内の広さがあり、内外装の質感もかなり高いです。悪い点としては、トヨタの高級セダンと比べると実燃費があまり良くないところです。Y50 フーガは運転を楽しみたい人や後部座席によく人を乗せる人にはおすすめな車です。Y50 フーガ 250GT 前期の中古車は2005年式から2007年式、走行距離3万キロから6万キロで約50万円で乗り出しが可能です。2023年現在、後期型は台数が少なく、状態の良い車体を探すのが非常に大変な時代となってしまいました。50万円で買える 2500cc 高級セダンおすすめ2台目、日産 V35 スカイライン 250GT です。日産 V35 スカイラインは2001年6月に登場し、2006年10月まで販売されていたモデルになります。日産 V35 スカイラインのスペックと評価を見ていきましょう。スペックを見ていただいた通り、 2500cc の自然吸気型エンジンなので、パワーもトルクも十分すぎるぐらいあります。他にも V 型6気筒の 3000cc と 3500cc の自然吸気型エンジンがあります。2500cc は前期と後期ではミッションが4速 AT から5速 AT に変更となっております。先ほどご紹介した Y50 フーガと同様、現行の高級セダンと比べサイズが小さいため取り回しがしやすい車となっております。残念な点としては、内装の質感の低さと前期型のみ4速 AT であることです。エクステリアのデザインが好みという人や、スポーツセダンらしい運転の楽しさを味わいたい人にはおすすめな車です。V35 スカイライン 250GT の中古車は2003年式から2005年式、走行距離3万キロから7万キロで約50万円で乗り出しが可能です。しかし、年式が古いということもあり、中古車の台数がかなり少ないです。50万円で買える 2500cc 高級セダンおすすめ、3代目、日産 V36 スカイライン 250GT です。V36 スカイラインは2006年11月に登場し、2014年5月まで販売されていたモデルです。2006年11月に登場したモデルを前期型とし、2008年12月に登場したモデルを中期型とし、2010年1月に登場したモデルを後期型としています。V36 スカイラインのスペックと評価を見ていきましょう。V36 スカイラインの良い点は V 型6気筒エンジンで 2500cc の自然吸気型エンジンとしては非常にパワフルなエンジンを搭載していることです。また、スポーツセダンらしいかっこいいエクステリアのデザインも魅力の一つです。走行性能に関しては今回のランキングの中でも1番2番を争うほどの走行性能を持っている車です。V36 スカイラインの不満な点は、スポーツカーがベースとなって作られているため、乗り心地が硬めであることです。V36 スカイラインは、走りと加速を重視した、運転を楽しめる FR セダンが欲しい人におすすめできる車です。V36 スカイライン、全中期型の中古車は、2006年式から2008年式、走行距離4万キロから8万キロで、約50万円で乗り出しが可能です。50万円で買える 2500cc 高級セダンおすすめ、4代目、日産 J32 ティアナです。日産 J32 ティアナは2008年6月から2014年1月まで販売されていたモデルになります。日産 J32 ティアナのスペックと評価を見ていきましょう。J32 ティアナの良い点は、総合的に高いレベルの車に仕上がっていることです。エンジンも V 型6気筒エンジンで、パワーもあり、レギュラー仕様であり、実燃費も 2500cc クラスでは良い方です。また、車内も広く、内外装の質感も高く、乗り心地もいいです。J32 ティアナの不満な点は FF の CVT であり、走りや加速性能重視で車を選ぶ人には少し物足りない車に仕上がっております。 J32 ティアナは全てにおいて80点以上の出来をした車を求めている人におすすめな車です。J32 ティアナの中古車は2008年式から2010年式、走行距離5万キロから10万キロで約50万円で乗り出しが可能です。50万円で買える 2500cc 高級セダンおすすめ、5代目トヨタ 120系Mark X です。トヨタ 120系Mark X は2004年10月に登場し、2009年9月まで販売されていたモデルになります。120系Mark X のスペックと評価を見ていきましょう。2004年10月に登場したモデルを前期型とし、2006年10月に登場したモデルを後期型としています。120系Mark X の良い点は、先ほど紹介した日産ティアナと同じく、すべてにおいて高いレベルの車に仕上がっていることです。また、FR の V 型6気筒エンジンであり、力強い加速力を堪能できます。120系Mark X の不満な点は、2004年に登場した車なので、設計が古いことです。120系Mark X は、FR の V 型6気筒エンジンを堪能したい人や、すべてにおいて、80点以上の出来をした車を求めている人におすすめな車です。120系Mark X の中古車は、2006年式から2009年式、走行距離4万キロから8万キロで、約50万円で乗り出しが可能です。今回の予算では、2006年式以降の後期型が狙えます。50万円で買える 2500cc 高級セダンおすすめ、6代目、トヨタ130系Mark X です。トヨタ130系Mark X は2009年10月に登場し、2019年12月まで販売されていたモデルになります。2009年10月に登場したモデルを前期型とし、2012年8月に登場したモデルを中期型とし、2016年11月に登場したモデルを後期型としています。エンジンは、V 型6気筒の 2500cc と 3500cc の2種類があります。トヨタMark X のスペックと評価を見ていきましょう。トヨタMark X の良い点は、内外装の質感の高さと、運転の楽しさです。トヨタMark X は、V 型6気筒エンジンであり、6速 AT を搭載しており、スポーティーな走行もできるスポーツセダンです。レギュラー仕様でありながら、2500cc でも200馬力を超えており、市街地から高速道路まで、十分な加速性能を持っております。駆動方式も FR であり、ハンドリングも楽しめる車であり、小回りも利きます。今回は、中古車での購入なので、メリットにはなりませんが、新車時の価格が非常に安い車でも有名でした。トヨタMark X の不満な点は、特になしといえば、特になしですが、飛び抜けていいという項目がないことです。すべての項目が70点から85点ぐらいの出来であり、100点満点の出来をした項目がないということです。トヨタMark X は FR の V 型6気筒エンジンのフィーリングや加速力、内外装のデザインの良さを重視している人におすすめな車です。トヨタMark X の中古車は2009年式から2010年式、走行距離10万キロ前後で約50万円で乗り出しが可能です。今回の予算では10万キロ前後の仮走行車であり、台数も少ないです。50万円で買える 2500cc 高級セダンおすすめ、7代目トヨタ180系クラウンアスリートです。トヨタ180系クラウンアスリートは2003年12月に登場し、2008年1月まで販売されていたモデルです。2003年10月登場のモデルが前期型で、2005年10月登場のモデルが後期型になります。前期型が5速 AT で、後期型が6速 AT となっております。ゼロクラウンのスペックと評価を見ていきましょう。スペックを見ていただいた通り、先ほど紹介したマーク X と同じ V 型6気筒エンジンを搭載しており、街乗りから高速まで必要十分な加速力があります。また設計がかなり古くなってきましたが、内外装ともに質感が高く、乗り心地や静粛性も非常に高い車に仕上がっております。180系クラウンアスリートの不満な点としては、現行から見て4世代前のモデルとなっており、人によっては古臭く見えてしまうことです。180系クラウンアスリートは2004年式から2008年式、走行距離5万キロから10万キロで約50万円で購入が可能です。前期後期ともに今回の予算内で購入が可能です。50万円で買える 2500cc 高級セダンおすすめ、8代目20型レクサス IS250 です。20系レクサス IS は2005年1月に登場し、2013年4月まで販売されていたモデルになります。20系レクサス IS のスペックと評価を見ていきましょう。スペックを見ていただいた通り、先ほど紹介したクラウンと同じエンジンを搭載しております。 2500cc の他に 3500cc の V 型6気筒エンジンのグレードもあります。レクサス IS の良い点は、スポーツカーに近い走行性能があり、運転が楽しい車に仕上がっていることです。またエクステリアのデザインもスポーティーかつ高級感のあるデザインとなっております。レクサス IS の不満な点は、レクサス車としては内装の質感があまり高くないことと、車内が狭いことです。レクサス IS はレクサス車に乗りたい人や走りを楽しみたい人におすすめできる車です。車内の広さや乗り心地の良さを求めている人にはあまりおすすめできない車でもあります。レクサス IS250 の中古価格は2006年式から2009年式、走行距離5万キロから10万キロで約50万円で乗り出しが可能です。50万円で買える 2500cc 高級セダンおすすめ、9代目2代目マツダアテンザセダンです。2代目アテンザは2008年1月に登場し、2012年10月まで販売されていたモデルになります。2代目アテンザのスペックと評価を見ていきましょう。スペックを見ていただいた通り、 2500cc にしてはパワーが控えめとなっております。マツダアテンザの良い点はレギュラー仕様であり、車重も軽く軽快な走りを楽しめるところです。また車内も広く、大人4人でも快適に乗れる車に仕上がっております。マツダアテンザの悪い点は、他社の 2500cc の車と比較し、エンジンパワーがないことと、FF であることです。マツダアテンザは、他とは被りたくない車に乗りたい人や、燃費や重量税などの維持費を抑えたい人におすすめできる車です。マツダアテンザの中古価格は、2008年式から2011年式、走行距離5万キロから10万キロで、約50万円で乗り出しが可能です。50万円で買える 2500cc 高級セダンおすすめ、10代目、5代目レガシー B4 です。5代目レガシー B4 は2009年5月に登場し、2014年9月まで販売されていたモデルになります。5代目レガシー B4 のスペックと評価を見ていきましょう。スペックを見ていただいた通り、先ほど紹介したマツダアテンザと似たようなスペックとなっております。2500cc の自然吸気型エンジンの他に、2500cc のターボエンジンや 2000cc のターボエンジンのグレードもあります。レガシー B4 の良い点は、レギュラー仕様であり、水平対向エンジンと AWD による走行安定性の良さが売りの車です。レガシー B4 の悪い点は CVT であり、ワンテンポ遅れた加速をします。また、内外装の質感は価格が安いこともあり、他社のライバルと比べ低くなっております。レガシー B4 は雪の多く降る地域にお住まいの方々におすすめできる車に仕上がっております。セダンの他にワゴンタイプも用意されており、ファミリーカーとしても使える車に仕上がっております。レガシー B4 の中古価格は2010年式から2013年式、走行距離5万キロから10万キロで約50万円で乗り出しが可能です。以上が50万円で買える 2500cc 高級セダンおすすめの10台でした。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。